ハイサイ大輔さんです。実はですね、数日前に僕目の手術をしてですね、まだちょっとね目の腫れがすごくて、しばらく1週間ぐらい動画撮れないなと思ったんですけど、もうサングラスつけて強行で撮影です。僕ですね、自分のスタジオを持っていて、まあいわゆるプロカメラマンという職業をしてるわけなんですけれども、そんな僕がね、どういうラインナップで、レンズを揃えてるのかなっていうのを紹介したいなと思いまして、今日は主力のね5本をちょっと紹介していきたいと思います。実際ね、結構今日の動画ためになると思うんですよ。レンズもほら高いじゃないですか。もう安い買い物じゃないんで、絶対に失敗したくないってみんな思ってると思うんですよね。だからレンズの選び方って結構重要で、今回はちょっと僕がね、どういう点に重きを置いてこのレンズたちを選んだのかっていうところまで含めて説明していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、それではですね、僕がレンズを選ぶにあたって注意しているポイントというのをいくつか挙げていきたいと思います。まず一つ目ですね、僕の場合は、仕事でカメラをやってるわけで、あのレンズ面白そうだなとか、そういう面白そうだなだけではレンズをね、なかなか買えないところがあるんですよ。まあ、なぜかっていうと、お金をもらって写真を撮らせていただいてる身なので、やっぱりその写真一枚一枚に責任っていうものが乗っかってくるわけですよね。例えば同じ焦点距離を買う際でも、世界最高スペックのものと安くてよく撮れるってレンズがあったら、やっぱりね、この最高級の方を選びたくなっちゃうんですよ、どうしても。まあ、最高のものとかなりいいのものだったら、やっぱり最高のものを選んどかないと、例えばそのオートフォーカス性能がね、もう少し良ければ決定的なシーンピント外さずに撮れたのになとか、そういうことがまあやっぱあってはいけないわけですよね。だから基本的に僕が今回チョイスしたものは、かなり高額なレンズが並んでるっていう感じになりますね。で、選ぶときに気をつけてる点、その2、コンパクトで軽量のものを選ぶようにしてます。例えば同じ 24mmF1.4 っていう焦点距離の F 値でも、大きいものとちっちゃいものだったら、やっぱりちっちゃいものの方が僕は好きなんですよね。荷物もコンパクトになりますしね。で、続いては自分の愛用のレンズのラインナップを決める時の定義というかな、そういうものを紹介したいと思います。まず単焦点レンズに関しては3本必ず用意するようにしてます。広角、標準、中望遠という3種類ですね。それぞれの焦点域で自分が気に入る単焦点レンズを必ず1本ずつ揃えるようにしてます。で、続いてのラインナップのポイントなんだけど、ズームレンズに関しては必ず F 値が透視のものを揃えるようにしてます。F 値4透視とかね、 F 値 2.8 透視とかね、そういうのを揃えるようにしてますね。超広角から中望遠ぐらいまでをカバーできるようにズームレンズを揃えるっていうイメージですね。はい、ということでね、長い前置きになりましたけれども、ここから実際にレンズを紹介していきたいと思います。サンスタ、早速紹介していきたいと思います。ちなみに僕が使ってるシステムはソニーの E マウントで、本体は α7-3 と α7R3 をよく使ってますね。ちなみにソニーの E マウントっていうのは、最高峰に G マスターレンズ、続いて、G レンズとカールツアイスレンズっていうのがラインナップされていてですね、基本的にはこの3大ラインが高級レンズと言われているものなんですね。今回僕が用意したレンズはその3大ラインのシリーズになってます。それではですね、まず1本目いきたいんですけれども、まず広角、こちらでーん、はい、こちら、GM レンズでございます。僕ですね、結構広角でポートレートを撮るのが好きで、広角のど真ん中日の丸構図が大好きなんですよね。それでいて背景がボケるっていうところになってくると、やっぱり広角でぼかすには F 値 1.4 とかないとあまりボケないんですよね。その点、この 24mmF1.4GM レンズというのはですね、もう僕が何度も言ってますけれども、これ紙レンズですから、サイズもね、こんだけコンパクトでしっかりと背景もボケていい感じの写真が撮れるという。ちょっとこちらで撮った写真を見てみましょうかね。 24mm の焦点距離を F1.4 でぼかすということは、こんなにもね、背景が大きく切り取れつつ、ボケも大きく活かせるっていう面白い写真が撮れるんですよ。こういうのもいいですよね。あとこのレンズね、ピントが合ってるところものすごいソリッドですし、なんといっても色のりがすごいいいので、編集するとき楽です。で、各メーカーの高級レンズに共通して言えることなんですけども、コーティングが素晴らしいんで、逆光の場面で F 値開放で撮ってもフリンジが発生しにくいんですよね。同じスペックで安いレンズと高いレンズがあったとしたら、こういう厳しい環境下ほど写真に差が出てきます。広角のポートレートなかなかいいですよね。ちなみに、各レンズそれぞれレビュー動画とか過去に出してるものに関しては全部概要欄に動画貼り付けておりますので、気になるレンズがあった方ね、ぜひ過去の動画を見てみてください。はい、続いて標準単焦点レンズの紹介です。正直ね、このライン選ぶのが一番迷うんですけど、まあこちらですね。
ダン、カールツアイスの 55mmF1.8 というレンズです。まあ、カールツアイスは言わずと知れたドイツの有名な光学メーカーですよね。このソニーの E マウントの良さの一つに、カールツアイスレンズがねめちゃくちゃいっぱいラインナップされてるっていうのがあると思うんですよ。本当はね 50mmF1.4 とかっていうのも結構いいんですけど、まあどうせねソニーの E マウントを使うからにはこの 55mmF1.8 のツアイスレンズぜひ使ってみたかったので、買ってみたんですよね。その結果ですね、もう大満足です。ボケはですね結構ぐるぐるボケ、オールドレンズみたいなボケ方するんですけれども、その癖がね僕は大好きなんですよ。あとはね開放 F1.8 からもこうピントが合うところに関してはものすごくねソリッドに映るんですよね。ちょっとこちらも写真見てもらいましょうかね。こちらは F1.8 の開放で撮ってるんですけど、どうでしょうかね、ちゃんまりがすごいソリッドに映ってますよね。で、見てほしいのは背景のボケなんですけれども、ちゃんまりの顔を中心にぐるぐると背景のボケが渦を巻いてますよね。このレンズの唯一無二の良さというのは、オールドレンズっぽいこのぐるぐるボケ感と最新のデジタル感、要はこのピント合ってるところがすごいソリッドな部分ですとか、あとは色のりがいいという点ですね。こういったものを両立させることができてるんですよ。こういったノスタルジックな色合いの編集とも相性抜群ですね。金額も比較的高くはないっていうのが、また一つのポイントかなとも思います。はい、どうでしたか。結構ねボケにやっぱり癖があるっていうのはよく分かったと思うんですよ。ただ使用上の注意点としては、やっぱりぐるぐるボケっていうのは画面の中心に対してこうぐるっと円を描くような感じになってるので、被写体がね真ん中から少し外れるとちょっと気持ち悪い写真になるんですよ。なのでまあそういった意味ではかなり難しさはあるんですけれども、そこも含めて僕はこのレンズ大好きです。サンスタ。はい、続いてですね、単焦点レンズの、中望遠編でございます。ダーン、こちらですね。これは 100mmF2.8STF レンズ、GM シリーズですね。こちらも STF というすごく珍しい光学機構を備えたレンズなんですよ。まあどういう効果があるのかというのをざっくり言うと、ボケが究極に美しいんですよ。この STF っていうことに関して理解しとくかしとかないかっていうのは結構重要なことなので、これに関してもね STF を理解できる動画と、さらにこれのボケの美しさっていうのが本当によくわかる動画僕作ってますので、それも概要欄に貼っときます。じゃあこちらもね写真を見ていきましょうか。はい、どうでしょう。これもう説明いらないレベルですよね。本当にボケが綺麗なのがわかると思います。このレンズはハーフマクロ撮影もできるので、こういった虫の写真に挑戦してみたんですけど、まあ僕ね人撮るの専門なんで、基本的にこういうネイチャーフォトに関してはもうど素人もいいところなんですよ。そんな僕でもねこんなにいい写真を撮らせてもらいました。ここで一般的なレンズの玉ボケと少し比較してみましょう。右のボケが STF レンズの玉ボケです。もう見たらわかりますよね。すごく綺麗な丸で美しくこう溶けていってるのがわかると思います。この美しいボケの特性を生かしてポートレートを撮ると、こんな風にね全体の仕上がりがとても上品な感じになります。はい、どうでしたか。もうこのボケの美しさってこのレンズにしか絶対出せないっていう次元のものなんですよ。ただね、レビュー動画でも言ってるんですけど、使い方めちゃくちゃ難しいです。あれだけ綺麗なボケが出るレンズではあるんですけど、誰がどう適当に撮ってもあのボケになるというわけではなくてですね、このレンズの特徴をしっかりと理解して、悪い点といい点をね把握しておかないとあのボケっていうのは出せないんですよ。なので撮り手の技術っていうのがものすごくこう反映される難しいレンズなんですよね。でもその難しさを乗りこなした時の楽しさっていうのはもう凄まじいものがあります。ただね 135mmF1.8 っていう GM レンズもいいものがあって、今ちょっとそっちとこっちをどっちにしようかなっていうのをものすごい悩んでるんですよ。まあね、もし 135mmF1.8 が、僕のレンズのラインナップに入ったら、まあ、これはね多分またフリーマーケットみたいな感じでメルカリで売ると思いますので、その時欲しい方がいたらね安くで出すんで手に入れてみてください。はい、とまあここまでが単焦点編ですね。で、ここからはですねズームレンズ編に行きたいと思います。まず一つ目、僕がねこれも紙レンズ認定してるものになるんですけれども、でだいたい去年からもう1年間ぐらいかな、価格 .com で全マウントの全レンズの中で、トップ1位でした、売れ筋。